どうも、こんばんは、NM です。さあ、今回は、メトロでのチームデスマッチ。前回に引き続き SVG にサーマルサイトをつけてやっていきたいと思います。今、武器の経験値が2倍なのかな。ダブルウェポン XP って書いてるんで、多分そうですね。まあ、武器のレベルとかはもう上げる気はないのでね、SR しか使わないし、多分。ショットガンとかは使うのかな、時々。まあ、あんまり関係ないですね。どっちかといえば普通に経験値2倍が来てほしいところですけど、まあ、ダークマター迷彩とか欲しいですよね。まああれ結構取るの大変だからモチベがなかなかね上がんないんですけど、いや左から来るのが怖い。ここはね多分ビオスリー1ではないけど嫌われマップだとめっちゃカクカクすんじゃん。あいつすげえ嫌われマップだと思うんでね。どんだけ後ろからいそうだな。いやーほんとガンガン突っ込めないのがつらいよね。いたね。う、嘘、どこ？あれ、キルカメなかったんだけど、なんでだ。いや、今どこから来たんだろう。あそこの看板、看板の裏にいたやつは絶対撃たれてないと思うんだけどな。いや、怖えよ。後ろか。後ろだな。ナイス味方。ナイス。え、嘘。なんでこんなすぐ死んだの今。ダメージが残ってたのかな。いやー、ちょ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 いちょいちょいちょい、あそこのポジに戻りいそういそうな味方か。うー、なんでやられた。サプレッサーん。いやー、サプレッサーの音怖えよ。やっべ、うーわー、マジか。やっぱつらいですね、このチームデスマッチは。雰囲気は嫌いじゃないんだけどな。もう一人来い。いないか。そっから顔、やっべ。あー、やっぱり難しいんだよなこのマップは。やべ、ナイス。相当押し込まれてる。いやー厳しい。このね階段上がってきたところをガン見されてると結構ナイス。いやー後ろ下通ってきたのかな。うーん、 UAV までつなげれるはなんとかこの状況を変えられるかもしれないんだけど、中をね。あれ、行くぞ。後ろかな。あ、違う。来そうだな、来そうだな。来ないかな。いや絶対来るだろ。なんだあいつ。なんだ、なんで向こう向いてたんだろうか。うー、撃たれてる。こっから出てきそうだから俺はちょっと後ろ警戒して。あ、でも味方が、いや怖えよ。今いた？いたよね。あれそうだよね、味方じゃないよね。あー当たんねえか、さすがに。ぴょんぴょんゲーミングされるとやっぱ SR はきついもんがあるな。しかも室内だと余計に。
さあ次回作はゴースト2とか一時期言われてたけどボーダーラインとかいうよくわかんねえ、マジ情報も出てますね。昨年ね、何だったっけ、違う、そうだ、今年はブラッドラインっていうね、あの情報が出てるんですけど、昨年はね、ボーダーラインっていう情報がね、出てたんですよね。まあ、結局それはなくてですね、BO3 だった。やっべ。嘘、今の当たったっしょ。マジ？まあなんか、ボーダーラインとかいう噂が一時期ちょろっと出てね、結局、ブラッドラインじゃねえわ、ブラックオプス3だったんですけど、危な。今年は、なんか、今年も結局ブラッドラインじゃないんじゃないかな、みたいな、まあ断定はできないんですけどね。ナイス。あ、やべ、こっちから来るぞ、絶対こっちから来るぞ。さあおいで、来てる、はい、おつ、はい、おつ、はい、おつ、くそ、あったまってそう。どこだ、チース、ん、あ、階段とこいるな。カウンター出して UAV。 あー、めっちゃなんか押されてるっぽいけど大丈夫か、押されようがすげえな。後ろ、これ下だ、あれ来てない、オッケー、あぶねえ、めっちゃ危ないやん。あ、タロン来た、タロン氏、久しぶりのタロン氏、ラジコン、はい、まあいいや、タロン出せたからね。いや俺ね、ここのねデザインがめっちゃいいと思う。わかんないかな、僕青色好きなんですよ、めちゃくちゃ。なんかすげえプレステっぽくていいですよね。プレステっぽくていいですよね。それプレステが好きなんじゃねえ。いけタロン、うぅ、いいっすね。あ、やっべ、タロンシー、オッケー、なかなかいい仕事してるな。というわけでね、今回は、なんていうマップだっけ、エクスプレスだっけ、それ BO2 だよな。まあこのマップでのチームデスマッチでした、というわけでまた次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。メトロか、メトロだね。じゃあ